多芸多才の平賀源内は実はかなりの借金を抱えていた。今でいうフリーランスで働き、さまざまな事業に手を出していた。鉱山開発や読み物、油絵も描いたりと幅広い技術を持っていた。さらにはオランダ語、医学も習得し、幅広い知識を持っていたそう。土用の丑の日にうなぎを食べる風習、実は源内のアイデアである。いろいろな事業に手を出しては失敗を繰り返していくため多くの借金を抱えていたそう。大名や豪商らには見せ物として必死に自らを売り込んでいた。